願いします。寿司の宮です。それです。じゃあ噛んだからいいや、噛んだけどいいや、まあいいや、ハンボックスです。はい、どうもよろしくお願いします。寿司の宮です。そうですね、本日はモンスターファームバトルカードを久しぶりにやっていこうと思います。パチ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 、うん。ということでね、本当に完結してから一回もちょっと触ってなかったです、動画撮り終えてから。というわけで、本当に半年以上、8ヶ月ぶりくらいかな。2019年の3月から11月かなに投稿してた、モンスターファームバトルカード。で、まあ、ファンボックス用の動画というか、うん。まあ、久しぶりにやっていこうかなと。まあ、完結した後の、まあ、やり込み要素とか、まだこの後ちょっと残ってる、その、なんだっけ、モンスターの楽園とかの方での、カードバトルとかね。まぁ、あ、ちょっとやっていけたらいいかなと思ってやっていきます。うん。はい、ということでね。楽園がこんなとこにぽっかりと浮かんでいますんで、楽園の方に行ってみたいと思います。はい。ということでね、そう、楽園って別にイベントがあるわけじゃなくて、単純にこうやってね、もう対戦相手リストから選んで戦えるんだけど、ここね、コルトとかね、この辺の、モッチーとかピクシーとか、そういう子がいるんで、この辺をやっていきたいなというところですね。この画面下からまあ挑んでいて、コルトを倒すところまでやりますか？うん。さあ、ピクシーを選んだら、なんかもう何言ってるかわかんないですけど、プラス、スラッシュ、マイナス、パーセント、イコール、びっくりびっくりっていうことでね。うん。さあ、やっていきたいと思います。まあ、とりあえず、チームは、本当に全然いじってないですけど、全然僕も覚えてないから、デュラハンとか何やるんだっけって感じなんだけど、まあ、チャンピオンズリーグ、チャンピオンズカップだっけ？うん。優勝した時のチームで、そのままやっていきたいなと思います。ハム頑張って。よっしゃー、行きます。さあ、ということで、プラクティスバトル、練習試合ですね。さあ、やっていきましょう。さあ、先行です。うん。なんかこのソロ。この、何回か出てきたっけな、ストーリーやってた時も。そんなに出てきないと思うけど、混血種っていう。ピクシーと誰かの混血みたいな。ピクシーとガリーとか、ピクシーとデュ、これはなんだ、ワームかなの混血種みたいなカードが出てきます。うん。これはね、ピクシーの技カードと、ワームとかガリーの防御カードを使えるっていう、うん。という感じのカードになってますね。だから技カードがピクシーで全部揃えるから、やばい、技カードがないってことができない、あんまりないみたいな、うん。感じになるのかな？よくわかんないです。こんな感じです。さあ、やっていきます。全然覚えてない、本当に。やばい。とりあえず、ガッツないから、ガッツがないので、ガッツ成分、います。とりあえず、でも守備は残そうか。防御だけ残してガッツにしていきましょう。うん。さあ、手札が5枚になるように、ドローと飛び散り火花、賢さ技が与えるダメージをプラス1する。さあ、めんどくさいよー。賢さ技なんておならぐらいしかないよ。賢さ技もダメージ与え、あげた割に、まず開幕は引っかきということで。引っかきはまあ受けましょう、1点。うん。これを受けて、ピクシーなんかね、喜んでますね。かわいい。かわいいな、この、ピクシーの顔。なんだ、顔がいいっていうか、単純にこの、イラストとして？なんだろう。なんか動物的なこのかわいさあるね。うん。さあ、ということで、賢さ技がダメージ増えてるんで、積極的に賢さ技行きたいなというところで、おなら、早速打っていきますか。相手回避できるのは1枚なんで、残りの2人には当たるはずです。さあ、まずはおならを浴びせていく。うん。さあ、今回のハムは活躍できるハムか？うん。順調です。さあ、とりあえず次へ行きましょう。うん。さあ、ガッツ3枚入れて、次行きます。にゃーっと、相手は回復、あ、回復ね。回復とかしてくんのね。おならを食らった分回復しました。多分いい匂いとか嗅いだんでしょう。うん。さあ、
四角プラスなんたらかんたらということで、四角バツイコールうんたらはてなということで、書きしてきます。目標はハム。まあ、いつも通りハムはちょっとずつ削られていくと。まあ、でもまだハムダウンしてないから。いつもより頑張ってるね。いつものハムはもう死んでる。うん。よし。さあ、まあ、実際ね、僕ストーリー攻略してるとき、まあ、なんかネタ的にハムが最初に死ぬのは、なんか、イェイ、ハムウェイって感じでなんかやってたけど、正直ハム、あ、ハムまたやられる、辛いって思いながらやってたよね。辛かったな、あれは。うん。実際ハムが開幕死んじゃうと、また今日も2対3かーって顔でやってました。うん。よし、回避されない跳躍は大事だな。跳躍残しておきたい。うん。いや、どうする？これでも、どうしよっかなー。うん。頭突きで何か落としちゃってもいい？ありだね。頭突き。頭突きでどっち落とす？どこを落とす？何を、どれにしようかな。ランダムだ。あー、えい！どれに行った？真ん中のピクシーかな？舞い上がった。ダメだ。回避されました。よし、ということで、どうしよっかなー。うん。残してきたけど。あ、ディノはまあ回避いいか。ディノ回避しなくていいって言ってない。うん。よし、まあ相手コスト少ないし、多分ディノに一撃で落とせるような技は来ないので、うん。とりあえずハムに2ダメージ与えてもらいましょう。まあ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 、ハムがちょっとずつ削られてるけど、そんなに悪くないと思う。割と順調っちゃ順調だと思うので、あ、ハムフットワークいきましたね。いいですね、これは。ついでに頭突きしとく？頭突きどっちに入れようか。バリの方で。よし、まずは、エンジェルをダウンさせました。うん。間違えた。忘れてた。まあいいや。ハムバイバイ。せっかく回復じゃないや。回避引いたのにね。まあ、そんな日もあります。ハムですからね。なんでハムすぐ死んでしまうんって感じで。まあ今回は一人持っていったんで、おならも決めて一人持っていったんで、正直活躍したハムだと思う。うん。というところで、跳躍と噛みつきとかのコンボを決めていきたいね。じゃあ、この辺をとりあえずガッツにして次のターンで、その辺で、まず一人落としに行きたい。よし。さあ、回復。ピクシーの回復でどっちが回復する？まあ、左だよね。さあ、なんか読めない。なんか、名前が長い、なんだっけ。ワームとの混血種が、HP 全開しましたが、ここは跳躍と噛みつきのコンボで回避できない6点ダメージ。しっかりとピクシーを落としていく。うん。残り1枚。順調です。うん。さあ、ガッツフェイズ。よし。さあ、どうしてくる？ 2 枚ガッツにして攻撃してこないと。うん。まあ、ガッツを貯めてますね、今回は。どうしよう、もうあとはどんどん積極的に叩いていこう。これ強いんじゃない？賢さ技。あ、でも1足りないのか。1足りないけど、変身剣はちょっと残して良さそうな気がするな。うん。よし、じゃあちょっとここ2枚をガッツにしましょう。さあ、次のターン。ライトニング、回避できない5点ダメージ。これは仕方なかった。僕回避じゃなくて防御じゃん、持ってるの。防御できたじゃん。やばい、ほんと久しぶりにやると全然わかんないな。普通に今盾で受けてよかったんだね。ミスったね。うん。まあいいでしょう。とりあえず、ダウンする前に風神剣打っちゃいましょう。風神剣6点とダメージ入れて、あと1ですね。あ、どうしよう。これさ、ワンチャンこのターンデュラハンが残ると信じて、風神剣だけ残す？いや、違うか、ここは、こうして風神剣、うわー、次打てないんだけど、盾で一回耐える？先、あ、ここで攻撃、あー、力技来た。
入れない。これはやってしまいました、ガッツさん。うん。いやー、一点削り切れるか。一点削り切れるか、尻尾ビンタ。これは空中にいるモンス、空中にいるモンスターにはダメージ与えられないということで、ダメージ与えれないよね。そうだよね。まずい。まずいから全部ガッツにしちゃう。まあ、このターン相手ガッツ4なんで、多分落とされることはないでしょう。さあ、ライトニング。ライトニングが痛いけど、めっちゃいい勝負になってきた。2枚ガッツにしていく。さあ。いや、また尻尾ビンタだ。これ割ったかもしんない。ちょっと待って。これはまずいね。これはね、まずい。まずいので、なんか適当に、あー、ダメかな、なんか。ブラフとか意味ないもんね。そうだよね。あー、ミスったー。やられちゃったんだけど。ピクシー強い。ピクシー嬉しそう。可愛かった。いやー、負けちゃったんだけど。待って、ちょっと久しぶりっていうのもあって、だいぶプレミしたね。ミスったー。まあ、じゃあ、今回とりあえずこんなところでおしまいにしていきましょう。お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。